来伝神社は、群馬県伊勢崎市の春川沿いにある神社。主祭神は、大神なり命。上野国神明朝の上野国助倉恵軍、お神明人の比例者。旧社格は豪社。平安時代の上野国神明朝に記載されている、助倉恵軍、お神明人の比例者と伝えられている。憲法六年、赤石城主、三浦之助吉住が、 山城国家も大明神より誕生した。元行三年、新田義貞が鎌倉追悼の際に社殿を修理し、戦勝祈願を行った。永六三年、名場氏家新の領主、赤石左衛門の城が、祭り友領と新領を寄進した。天正元年1月25日、雷が境内の神木に落ち、村の主元須田邦の棒が神木に隠されていた。 黄金像を見つけた。日田義貞の弟、脇屋義助の末裔、地頭五十久志団長が、この像を守護神と崇め、悪役災難を救済し、雷命の恐れがなくなったと言われた。江戸時代に入ると、領主堺井家の数形が扱った。歓永十四年は、前橋藩主、堺井忠之、遠方九年には、伊勢崎藩主、堺井忠広。 明和4年には、伊勢崎藩主、坂井忠春が社殿を、おさむ覆いした。社格本殿明治40年12月5日、当社経代社や、周辺の神社とその経代社を合し、ありがとうございます。